接近戦、よしやるやるやるよし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 、すごいトーピードからのメイン縦振りで牽制しつつ、よしよしこの直撃のダメージを、後ろ後ろぶった切るぶった切る、なんだなんだ今ワンパンできなかったの。このワイパーも使ったろうぜ。弓ばっかりじゃなくて、このワイパー強いんかな。映像見た感じかっこいいし、結構強そうで、あ、こんな感じの射程か。意外と長い。チャージして、あ、60ダメージ。なるほどね。よしよし、わかったわかった。行こう行こう行こう。もう行こう。もう実戦、実戦。はよ戦いたいわ。試し撃ち場とかしとる場合じゃない。おぉ、なんかこれめちゃくちゃワクワクしない？最初のオープニング。今までと全然違うからさ。よし、ワイパー。結構距離あるからさ、60ダメージでしょ？中距離から攻めていって接近戦に持っていけば強いのかな。よっしゃ先生行くぞ、全然武器だからね。あんま高台とかで。あと、イカロールとかと相性良さそうじゃない？意外と。結構得て、これ塗っていって。塗りがでも意外と弱いかもしれん。筆と比べたら。ちょっと待って、僕もやりたいです。イカロール。イカロールして、溜めて、ヒュンって。まあ、敵、おー、危な。チャージャーを見て、そこのストリンガー、僕の餌にしてくれる。やれやれ。よしよし筆みたいな感じで投げ払っていく。後ろから、よっ、切っちゃう。楽しすぎるこれ。あー、くそ、暗殺しちゃった。侍じゃん。めちゃめちゃぶった切った。いや、結構でも、接近戦に持ち込むまで距離があるから、イカ忍者積まないと弱いかもね。それはカーボンとかと同じ。だから今回フェスティしか切れないから、イカ忍者とか積めないんだよね。あ、そっか、己のね、プレイングでカバーしていきたい。どこどこいる？どこいる？結構、やば、相手もワイパーいるけど、どっちの剣が強いか、勝負しようじゃ。やばい、ちょっと、高台は効いてない。あ、弓が結構脅威なんだが。こうやって塗り固めていって、足場が、いや、結構溶けちゃって、そこにね、接近はワンパー。やばぜ、こいつも、やるんじゃない？いや、くそ、これ、スペシャル、スペシャル、やばい。なんで今のやれないの、くそ。うんこで、とつったのと思ったのに、全くの別物だな、筆とこ。立ち回りどうすればいいんだ？正面からじゃ絶対勝てないから、裏取り基本みたいな感じかな。あ、60ダメージで牽制しつつ、やっていくっていう。で、サブがトーピードなんでね。だから、トーピード転がしてやっていくってもありだけど、意外とインクく。やべ接近やれワンパンじゃなかったよしよしパキってね、ワンパンで締めていく、よしよしくっそ敵多すぎ、クソとし、待って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 、結構、で、接戦だな、接戦。ここも前線張ってってね、一人でも多く倒してきた。敵倒した時の演出がかっこいいな、スプラ3。インクも綺麗し。待って待って。うわ、待って。チャージャーがいっぱいいる。じゃあ、ストリンカが。だから、接近。ワンパン。いや、あれやれなかったけど。よしよしよし。た、縦のエイマ。いや、逃げっきる。決まったわ。えぐない接近戦。もう適当に振っとけば敵が解けちゃうんだけど。接近戦は、マジ最強かもしれん。さ、接近に行くまでもう60ダメージ。遠距離技で縦振りでやっていったらいいっていう。お、勝っちゃったね。いいじゃない、ワイパーも。ストリンガーも楽しいし、ワイパーも楽しい。この試写会は神ゲーです。かっこいいポーズ。待って、もっと行きたい、もっと行きたい。あと、トーピードとか絡めていったらもっといい戦術とか使えるじゃない？直撃はほぼゼロ距離みたいな。カーボンより短いよね、直撃の判定。だからもう根元まで行かないと倒せないから。だけど、直撃はワンパンだからね、接近戦にさえ持ち込んでしまえば。これでもハマるわ、めっちゃ。楽しいもん使ってて。いや、ストリンガーも多いけど、どちらかっていうと、ワイパー使ってる人といっぱいマッチングするから、多分そういうことでしょう。男子はね、こういうの好きすぎるから仕方ない。あ、待機画面に味方映ってんだけど、あ、これ僕も見えてんだよね、相手に。REI。リーどうもー、あ、友達やれた。あ、オリーカで、ね、こっちか。わ、全員同じステッカー。僕も後でステッカーとか変えたろうかな。ユノハはだいぶ射程が長い武器が強いから、チャージャー使ってみてえな。あ、あ、同じ武器で相手編成してんだけど、名前長すぎだろ。相手フレンド編成か。うわ、強そう。待って、通話とかしてんのかな、相手は。あ、これ勝ちてえな。統一パーティーとマッチングしたんだけど、こんな前夜祭で、前夜祭でここまで遊べるのってすごくない？フレンドと。いやー、相手の方が射程長いから、これ60ダメージ、縦振りで牽制しつつ、え、ちょっと待って、あ、射程投げ合い。くっそーには逃げ切れなかった。今のイカロール使えないしね、網の上じゃ。あ、ゼモン、ナイス味方、ゼモンスター、ナイス、ナイス、うわ、トルネードかっこいい。もう飛んでいって、イカロールとイカ登り、これを駆使して、一気に懐に潜り込んで、バーンって。ぶった切っていきたいんだけど、右から入っていって、このステージも大体分かってきたの。トーピードと交えてやっていく。トーピードでお茶を濁して、やる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 、よし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 。トーピードと濁ったところ、やりたいんだけど、いやでも、一向率が悪いんだよな、ちょっと。
なんだこれ。あ、相手全員トルネードか。やばすぎそれ。だからそれも後ろからやってきた。いやクソ、相手の牽制も射程投げだ。あ、出てる、後ろぶった切る、なんで今だ。なんだなんで今ワンパンできなかったの。今裏取りしたのに。くっそ、飛んでって、やばい、これ沼ちゃんじゃない、危ねえが。あ、味方のハイドラがめちゃくちゃ刺さってね。めっちゃ無双してる気がする、味方のハイドラが。だから僕も後ろから、あ、こぼれる。やれ、追い詰めろ。接近戦、よしよしよし。接近戦は強いからな。ちょっとこれ、筆とどっちが強いんだろう。よいしょ。射程はね、ちょっと仕方ない。相手の射程が、もう無理だから、ああいう時引いた方がいいかもね。イカロールとかで。引いて、で、ウルトラハンコとかでも、やってきたい。よしよし。これ60ダメージもチャージしないといけないから、それが難しい、縦振りで。いや、どこいる敵。相手、右いるか。で、詰めていこう、一気に。やばい、残り1分だ。これ勝てそうだけど、相手にトルネード4つあるんだよな。もうフィニッシュ間際に撃たれたら終わるんだけど。そこから、トーピードからの、メイン。よし、完璧だったの、クッソ。相打ち取られたわ。あ、まあでも今の感じ、めっちゃ強くない？トーピード転がしてからのメイン。これが絶対強いわ。もうちょっとうまく伝えたらな。これが最強だと思うんだけど。いるね、そこ。残ってる。よし、ナイスです。いやー、味方溶けちゃったけど。接近戦に持ち込む。縦振りで牽制室。よしよしよし。この直撃のダメージを。あ、ナイス。あ、2人。いた。やる。おらよ。ナイス。味方が強すぎて僕何もしてないんだけど。接近戦、よし。ワンパンしていく。これ勝ったぞ。降りてこい。あと塗っていく。隅々まで塗ってって。あとちょっと。よし。頑張ったな、この試合。よー、勝った。圧勝すぎたんだけど。いやー、ここ射程投げ方が強いか。もう今回発見した。ワイパーはトーピード転がしてメイン使ったらガチで強い。このトーピードワイパー、流行るね。